X 薬品工業株式会社は、京都市伏見区、武田向大町に本社を置く、医薬品、健康食品、化粧品の製造販売企業である。京大医学部産婦人科の三林隆吉が1946年までに創生したプラセンタ由来の医薬品ビタ X を製造する会社として1955年に設立されたが、 クラセンタ由来の医薬品としては日本で最初である。第二次世界大戦万年の1943年に食料を不足のため高度栄養剤の開発が国により命じられ、これは具体的には全国共同研究課題の乳幼児母性母,母権であり、乳児やその母親の栄養状態の改善を全国の大学に発令した。京弟学部産婦人科の教授である。 三林隆吉が人の胎盤に注目して栄養剤を創生する。議林はへそのを切った新生児の発育がゆっくりになることに着目して胎盤とのつながりが立たれたことが理由だと考え、その他にも哺乳動物が本能的に分娩時に胎盤を食べることにも着目していた。1945年の5月には大阪帝国大学で開催されていた三。 婦人科学会で三輪教授がこの栄養剤の研究を発表し、反響を得て、海軍は、傷病の兵士のために、武田薬品工業に生産命令を出したものの、終戦が訪れ生産は中止された。三輪による新生剤の命名は、ビタは生命に、X は未知の物質に由来しているとされる。ビタ X ビータ X とは、 重毛組織を原料として与党の創生した新生剤である。そのような書き出しから始まる1946年の日本臨床の論文では三輪が乳幼児母性母,母権の研究成果について語っているが、動物などを使って胎盤を与え成長促進を得たという他の研究者による先行する研究があり、三輪は最初に 台板から出る浸出液を使ったが似たような結果とはならず、台板そのものを粉末として与えたところかなりの高成績を上げたと述べている。しかしこれに満足せず改良を加え成果を高めていった。三林は研究を続け、研究に協力していた庭明がビタ X 工業株式会社を設立、1955年に製品化を果たし医薬品となる。 プラセンタ由来の初の注射剤が登場するのは、その翌年である。庭は、もともと醤油新聞社のアミノ酸醤油の行動担当者で、アミノ酸について学者にも指導していたとされ、ビタ X を知り三院の許可を得て会社を設立した。その後、1976年に工場を GMP に対応するため全面改築を実施。 また1985年には最新機器を導入し研究開発部門を拡充することで医薬品の開発・生産体制を強化してきた。1983年には森田薬品工業株式会社と販売提携を結び、2006年同社へと全株式を譲として両社の資源とインフラを活かすことで競争力を強化してきた。 医薬品のビタ X 内服液や化粧品のニュービオアクトなど。1990年代の新聞記事によると、冷凍した胎盤を月に約3000個回収し製造販売していたが、出生率の低下によって集めにくくなっていることに言及されている。2003年に法改正により一組織由来の製品の扱いが厳しくなり、ビタ X 等の商品は自主回収された。 2019年には、国産の豚胎盤を使っている。ABC 三津林隆吉、ニューヨー、チゴ母性保険に供すべく創生したビタ X に、関する研究、日本臨床第4巻第3号、1946年、135から139ページ。ABCDFG e 吉田健太郎、プラセンタ療法と統合医療、日本胎盤臨床研究会研究要欄。 第2巻、2008年、30から45ページ。吉田健太郎、プラセンタ療法と統合医療玉出版、2006年、168ページ。ISBN4 から812701082。A.B. 東友事、退治のベッド、朝日新聞有関、1994年3月25日、5面。ビタ X 内服液。 医薬品医療機器総合機構。2019年7月30日閲覧。医薬品医療機器の適正な使用により、より安心できる医療の提供を。厚生労働省。2019年7月10日閲覧。平成15年度医薬品当事種改修一覧。福祉医療機構。2019年7月10日閲覧。上田陽子、渡辺千春。 日本台湾臨床医学会監修、ジョイたちが進める心と体を整える、プラセンタ現代処理、2019年、35ページ。ISBN 978から4から774517506。ありがとうございます。